ちゃんいらっしゃいの写真撮ってください。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。レディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。この時間は沖縄市三郷にあります愛レディースクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、愛レディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送していきます。この番組は宜野湾市急なデーゴ、宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから私田辺由紀がお送りしていきます。またこの番組ではリスナーの皆様からのメールやコメントを募集していきます。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM 宜野湾ではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM 宜野湾のホームページから簡単に見ることができますので、そちらもよかったら見てみてください。それでは今日は3人のお産の瞬間を放送いたします。では1人目、森子姉さんの女の子の出産シーンです。可愛い泣き声を聞かせてくれた赤ちゃん、一生懸命泣いている姿が思い浮かぶ音源です。コメントはパパとおばあちゃんです。それではお聞きください。とても嬉しいよ。生まれてきてくれてありがとう。沙織も本当にお疲れ様。またみんなで明るい家庭を作っていこうね。本当におめでとう。沙織ちゃんお疲れ様でした。3人目の赤ちゃん、早く顔が見たいです。これからも大変だけど頑張ってね。優しい安志さんがいるからね、頑張ってね。はい、森子姉さんの女の子の出産シーンでした。赤ちゃんの声可愛かったですね。可愛い産声でしたね。そしてコメント、パパ優しそうな感じでしたね。おばあちゃんもとっても優しそうでしたね。はい、この3人目だということでね、それでもやっぱりとっても嬉しそうなのが伝わってきましたね。はい、家族が増えてね、また楽しくなると思います。おめでとうございます。それでは続いて2人目、匿名希望さん、男の子の出産シーンです。赤ちゃんがお腹の中から出てくる瞬間、スタッフさんに祝福してもらって無事出産しました。元気な泣き声が聞こえます。コメントはママとパパです。それではお聞きください。出てくるよ。出てくるよ。はい、おめでとうございます。
可愛いたね。生まれてきてありがとう。生まれてきてありがとう。元気になれよ。はい、2人目は匿名希望さん、男の子の出産シーンでした。本当にね、生まれてきた時にわーってこう、スタッフさんがすごいこう声をかけてくださっているみたいで、いいですね、ああいう風にね。こう、多分出産しているお母さん本人は、もうね、大変なことをしたばっかりだから、ね、まあどんな感じ、ぼーっとしてるかもしれないけど、こう、周りがね、わーって喜んでるっていうのはきっとね、みんなわかると思うんで、ね、あと赤ちゃんもね、急に新しい世界に来て、戸惑ってるかわかんないですけどね、びっくりしてると思うんですけど、わこうね、祝福してるムードっていうのはきっとわかると思うんでね、いいですね、こういう、うん、こういう雰囲気、いい病院ですね。はい、そして、コメント、パパとママね、あっさりと、完結でしたけれどもね、嬉しそうでした。はい、おめでとうございます。それでは、最後、3人目は、匿名希望さんです。はい、匿名希望さんの男の子の出産シーンです。頭が出てきて、体が全て出てくるまで、臨場感あふれる場面です。パパと兄弟に見守られながら、頑張って出産。元気な泣き声と周りの喜びの声が聞こえてきます。コメントはパパとママ、そして2人のおばあちゃんです。それではお聞きください。出てきますよ。頭見えてます。ちょっと変な感じになるけど頑張って。出ておいで、出ておいで、出ておいで、いや頭出ました。到着する。もう上半身出てますよ。もう少し、もっと使えて。お父さんです。頑張りましたね。のぞみお母さんもいっぱい頑張りましたよ。おめでとう。はい、無事に生まれてくれてありがとうございます。お兄ちゃんにそっくりってよ。みんなで頑張ろうね。はい、あ、さっきね、はい、無事に生まれてきてくれてありがとう。ハルにそっくりウリ二つの弟が生まれました。ハルもお兄ちゃんになってよかったね。みんなで仲良くしてね。久米島のバーバーでした。たくましく育ってね。おめでとうございます。元気でたくましく育ってね。お母さんおめでとう。はい、そうですね、出産シーンが、上半身が出て、ね、しばらく止まってたんですかね。ちょっと臨場感ありましたね。はい。で、生まれたらね、歓声が上がってましたね。はい。みんな、結構いろんな、何人いらっしゃったんですかね。結構たくさんの方に見守られながら出産されてたような感じ、雰囲気でしたね。はい。泣き声とか、嬉しそうな声とかね、いろいろ混ざってましたね。それからコメントもね、はい、素敵でした。ありがとうございました。なんかこう、多分ね、大家族なのかな。ね、楽しくなっていきそうですね。おめでとうございます。それでは今日は、
人目は森子根さんの女の子、そして二人目は匿名希望さんの男の子、三人目も匿名希望さんの男の子の出産シーンの録音を放送いたしました。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、愛レディースクリニック。愛レディースクリニックでは、これからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは、皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。宛先はメールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。お気軽にお寄せください。送られてきたメッセージはアイレディスクリニックさんの方に転送いたします。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニックの提供でお届けしています。それでは次は CM を挟んで教えて北条先生のコーナーです。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは937-1111 アイレディースクリニック。 This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun. We do not know what is our life, our death, nor ourselves. Hello everyone, our email address is 797@fmginowan.com。 一緒でそれ、いいよ。皆さん、コメント。先生は、このたくさんいろんな赤ちゃんをこの取り上げてると思うんですけど、やっぱり障害がある子たち。教えて北条先生のコーナーです。このコーナーはアイレディースクリニックの院長北条秀先生にお産についてお話を伺い、沖縄で活躍している女優の上条美希さんとの対談方式でインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。月に1回収録した内容を4回に分けて放送していきます。今回は障害を持つ子供を産むということについてです。障害に対しての日本の体質への指摘もありました。それではお聞きください。先生はこのたくさんいろんな赤ちゃんをこの取り上げてると思うんですけど、やっぱり障害がある子たちも生まれてきますよね、でも生まれる時っていうのはやっぱみんな変わらないんですよね、いやまあその見た目にね、例えばダウン症だったりね、あの腕がなかったりとかね、そういう子たちもやっぱりいるしね、脳性麻痺で生まれてくる子もまあ確かにいるね、だから僕はこの仕事でね、医療的医療がねが防げるそういうハンディキャップは、防いであげたい。だから僕はね、早産にならないようにがっちり管理してね、37週まで持たせてあげたい、ね、やっぱり今37週超えて生まれないとやっぱりね、あの発達障害になりやすいとかね、あの貧血のお母さんからうつ病の子が生まれやすいとか自閉症が生まれやすいとかね、それはやっぱりいろいろあること、それをねいろいろそうならないようにしてあげるのが僕ら産婦人科の仕事だろうね、妊娠中に食べるものもそうね、あのきちんと赤ちゃんの口お腹にね、あの赤ちゃんに行くわけだからね、栄養をきちんと考えてるのかね、あのそういうね、あのあんまりなんていうの、国産じゃなくてかね、あのきちんとね、あの化合物ばっかり入ってないとかね、食べ物ね、
それをしっかり考えてほしいね。そうですね、うん、まあそのハンディキャップでね生まれてきてお母さんにしろそれは受け止めるときは最初やっぱみんな涙をするね、うん、でももちろんそれはわかるね、うん、でもそれはでも授かった命だから、でもやっぱりお母さんってみんな強くなっていくよね。それでも我が子なのよ、うん、ね、だから大事に育てるしね、うん、やっぱりねその人の目が気になるとかってね、そういうしばらくそういうねそれもまたさらされることの日本のね、うん、やっぱ現状があってさ、うん、ね、うん、外にも出づらくなるね、うん、なるっていう。ただ今はね、まあネットこれだけ発達するとコミュニティっていうのはいろいろあるからね、うん、同じ仲間同士で連絡も取り合えば悩みの相談もできるのは昔に比べたらいいと思いますよね。なんか日本は外国と違うんですか、うん、そういう。やっぱりほら我々日本はやっぱり基本的にね多種多様な民族がいるわけじゃないからね、うん、あ、そうですね、うん、ドイツ民族っていうのはやっぱりねやっぱりね例えば見ちゃうでしょ、ハンディキャップの人がこう例えばお母さんがさ子供連れてたらね、うん、それをさらりとねやっぱり見てあげるのも大人だと思うし、うん、好奇心の目で見るんじゃなくてね、うんうん、まあ今小学校でもそうやってクラスにねその要は養護学校って昔ねよくあったんだけど、まあそのある程度こう大丈夫さん一緒にクラスにね一緒に過ごすことでね、うん、そういうのを受け入れる心を作るっていうのもねやっぱり取り組んでるみたいだからそれはいいことだと思うね、うん、人と違うっていうだけでさやっぱりこのねちょっとやっぱり排除してしまうね悪いところはやっぱり確かにまだねねあると思いますね、うん、教えて北条先生のコーナー今日は、障害を持つ子供を産むということについて北条先生にお伺いしました。障害に対してそうですね今はねこう検査したりとかでこう医療的に防げることはもうできることはするということで37週目以降になるべく産ませるように産めるようにとかあとはお母さんが食べ物に気をつけるとかねおっしゃってましたね。化合物ばっかり添加物とかのねない食べ物だったりとか、うん、そうですよね。でこの生まれてからはやっぱり最初は涙するけれども受け止めてどんどんお母さんは強くなっていきますよっていうねお話ね、そうだと思います。はい。で日本人がこのあまりこう自分と違う人が少ない土地柄こうちょっと自分と違ったりする人をジロジロ見てしまったりとかでそういうね性質がありますよね。確かにね。でも沖縄は私は結構ねいろんな外国の方も多いのでそこまであんまりジロジロ見ない気がしますよ京都の方がもっとジロジロ人のこと見ますね。まあそういう性格がねありますよね。でもね個性なのでねこれからはそういうのはなくなっていくんじゃないかなと私は思いますけどね。はい。ね授かった命なんで同じね命としては一緒ですよね。今外にアズアズが急に登場スタジオ入ります。あびっくりした。普段はね能見あずささんがこの番組担当していて私は産休育休のために代わりに喋っているだけのものですが今本人登場ですね。皆さんおはようございます。お久しぶりです。あずあずです。すいません。あすいません、赤ちゃん連れて来てくれましたよ。すごい。いや、かわいい、はい、音入ってるかな。入ってますよ。いや、スリングに赤ちゃんをすっぽり入れて1ヶ月半。いや、ちょっと目も開いてですかわいい。
って、いつもは電話でね、ここで今電話しようと思ってたのに、そうそうそう、だからギリギリ間に合うようにと思って、サプライズじゃないですか、サプライズで来ました。今日は電話じゃなくて生で、はい、びっくりした。上の子を送って、はい、間に合うように、ダッシュで、うんうん、ねえおはようって。何ちゃんでした？レナちゃんです。レナちゃん、レナちゃんは今いつも起きてる時間です？朝5時か5時半ぐらいに起きて、うん、でその後ちょっと 2,3 時間起きてる時間があります。ちょっと顔が泣きそうになって、ね、泣きそうになってますね。あの唇の両端が下がってきたぞ。いや、かわいい。本当にちっちゃい。1ヶ月半ってちっちゃいですね。生まれた時が2600で、今はもう多分3800ぐらいはあると思います。ね、あずささんもね、そんな小柄な方ですけど、この赤ちゃんもね、すっぽりこのスリングの中に入って、顔だけ出してちょこんと手も出して、かわいい。なんか枕さしてるみたいな。そうそう、枕してる。子供、赤ちゃん用の枕がなんかあって、ハンドタオルとかでも作れるんですけど、なんかこちっちゃい頃はあのキュッと丸まってた方がいいから、結構スリングに入るとすぐおとなしくなるんですよ。あー、体がこう丸くなってたら落ち着く。お腹の中に入ってる時と同じような感覚、はいはい、うん、で首がまだ座ってないから、うん、首元にタオルで丸めたものとかを入れたりすると、はい、こういう風に手離しても大丈夫です。お母さんたちにおすすめ。すごいいいですね、うん、もう両手がフリーだから。そうそうそう、ご飯食べたりもできるし、はいはい、赤ちゃんも落ち着くし、そうそうそう、お掃除もできるしね、これだったら。これ本当に赤ちゃんいらっしゃいですね、今日。そう、赤ちゃんいらっしゃいました。はい、レナちゃんいらっしゃい。はい、ちょうど起きてるしね。うんうん、あ、ちょっと声聞こえるかな。聞こえるかな、なんか言ってごらん。聞こえないね。スースー言ってる。あ、でもびっくりするでしょうね、この何ここって、ね、もうでもちょこちょこ あちこち出てるんで。あ、そうなんですか、うん、もう1ヶ月ぐらいからペロペロ。いいですね、でも季節もね。そう、ちょうど寒くもないし、うん、まあ、ちょっと暑いですけど、妊婦の時期はね暑かったんですけど、うんうんうん、今はまあでもどこ出ても冷房も効いてるし、はいはい、快適ですね、うん、だから上の子を旦那にあの外で遊ばせてもらってる間に、私はあのショッピングセンターみたいなところで、うん、あのゆっくり2人で買い物したりとかしてます。あらあら、いいです ね、 ね、じゃあこうね、生まれたてでも家にこもってるないでも大丈夫ってね、うん、ストレスもたまらなさそうで。そうそうそう、ね、でも多分あの育てやすいっていうのもやっぱり大きいかなって。今日あのさっき北条先生が食べ物とかお腹にいる時からって言ってたけど、はい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 、やっぱりなんかよく助産師さんとかに聞くのが、お腹の中にいた時の環境でよく寝ると か、うん、なんかよく泣くと か、 なんかそういうのがやっぱあるみたい で、ね、そうなんです、そうらしいですよ、だから整体ちょっと通って骨盤整えたりとか、うん、なんかそういうの上の子の時もこの子の時もやってて、まだ2人しか産んでないから分かんないけど関係あるのかなって、うん、思ったり、ね、さっきのインタビューではね、お母さんが貧血だったら鬱だったり自閉症だったりとか ね、怖いですよね、やっぱり本当に気をつけないとです ね、この時期ね。だ産後疲れてる状態で体調が結局悪いわけじゃないですか、うん、そうするとやっぱ子育てにも元気にできないし、うん、産後はナイーブだし、やっぱ1ヶ月2ヶ月ぐらいは、うんうん、そういうのを考えると子育てにもね影響もあるだろうし、うん、健康は大事だなってやっぱり子供を産んで、うんうん、なおさら思いますね。そうですね、うん、じゃあ普段以上にね健康を気を使って、うん、こう余裕のあるね生活できるようにね、まあ、なかなか難しいですけどね、うん、正直ね仕事してるお母さんとかも多分多いだろうし、うんうん、まあ、周りにできるだけストレスをためず神経質にならないようにってところを、うん、まあ、気をつけて、うん、じゃあ周りもねいっぱい助けてもらってね、うんうんうん、やってほしいなと思います、うん、すごいでも元気そうで元気ですよ、うん、ね、よかったよかった。もう1ヶ月半経って、うん、ちょっと家にはこもってられなくなってきたから、来週からやります。お、早いですね。まあ、でもあの哺乳瓶とかもね、うん、あのたまにあのおっぱい絞って飲ませるけど、うん、あの大丈夫そうだから、うん、もう来月ぐらいからはね、あ、9月から、ね、うんうん、やって復帰しようかなと思っています。予定通りじゃあ
そうね。ね、へー、楽しみですね。わかりました、はい、皆さんね、久しぶりにスタジオから声が聞けて聞いてる人も嬉しかったんじゃないですかね。いつも音悪いから電話だと。電話ですね。そうですよね、うん、ということで、じゃあ今日は本当のリアル赤ちゃんいらっしゃいでしたね、はい、ありがとうございました。能見あずささんとあずささんの2人目のお子さんのれなちゃんが今日は来てくれました。はい、それではね、今日もいいお話、北条先生ありがとうございました。またね、あのメッセージ、あ来てるかな、ちょっと、あ赤ちゃんいらっしゃい、あ初めてメールします。出産シーンの録音を聞きながら、私が母の出産した時いろいろ大変だったと話してくれたことを思い出しました。改めて母に感謝の気持ちを伝えたいなと思いました、ということで、ラジオネームゆうさんからでした。ありがとうございました。それではまた来週、ありがとうございます。間に合った、間に合わないと思った。ちょうどバッチリでしたね。